エノコログサは、イネ科エノコログサ属の植物で、一年生草本である。ブラシのように、長い穂の形が独特な雑草である。夏から秋にかけてつける下水が、犬の尾に似ていることから、犬殺こ草が転じて、エノコログサという故障になったとされ、漢字でも、犬の尾の草と表記する。猫じゃらしの俗称は、下水を猫の視界で振ると、猫がじゃれつくことから、逆に猫をじゃらす。 草状のものを、お遊び草と呼ぶようになった。穀物の泡の原種とされ、交雑もよく起こる。全世界の温帯に分布する。日本でも、全土の日当たりの良い二十歳、荒れ地に分布する。縄文時代前半まではなく、日本には、泡作とともに、泡の雑草として伝わったものと推測される。草丈は40センチメートルから70センチメートルになる。 茎は細く、基部は少し地表を這い、節から根を下ろす。夏には、茎が立ち上がって伸び、先端に帆をつける。葉は補服形にも下形にも、多数ついており、最大20センチメートルくらい、稲舎としては、やや幅広く、細長い楕円形、薄く、緑色で、艶がない。茎を包む幼少と、葉心の境目につく端田は退化して、その部分に毛だけが残る。また、 よく葉が裏表逆になっている。葉の付け根でねじれて、裏側が上を向くもので、そのような葉では、上を向いた裏側の方が濃い緑で、艶があり、下を向いた表側の方が、裏のような様子になる。果女は円柱型で、一面に花がつき、多数の毛が突き出すので、外見は、ブラシ状になる。イヌビエなどの穂から出る毛は、昆布を包む輪片の先端から伸びるの木であるが、絵の転サの場合、 この毛は棒ではなく、棒の柄から生じる長い突起である。現在は一般的に食用としては認識されてはいないが、泡の原種であるので、食用に使える。基本的に穀物であるので、泡や他の穀物同様、種子の部分を脱穀、脱して、食用とする。近代以前の農村では、飢饉の際にカラス麦などとともに、これを食用としたこともあった。大江の頃は、 泡の遺伝子が流入しているので、食用に供しやすい。食用とする場合、エノコログサは、脱流しやすいのでは滝などで叩き落としざるで受けるのが、良い。脱穀した後すり鉢ですりつぶし、水栓する。食べるときは、泡と同様、粒のままでも製粉しても食べられる。また、猫じゃらしの名の通り、これを用いて、猫をじゃらすことができる。 海浜的大型編集の浜ロの頃エノコの頃サは様々なところに生え、そのためもあってか、種内変異が多い。浜ノの頃 SV バリエーション、パキストシス海岸に生える方。違いとしては、背が低く、比較的よく地表を這うこと、茎や葉が短く硬いこと、それに、穂が短くほとんど楕円型で、窪が密で毛が長く、そのために穂の外見がかなり異なる点が挙げられる。 ただし、内陸に入ると、次第に、普通の方に移行する。紫への頃 SVF、パーパーセンズマキシム。これは特に穂の合毛が紫に染まるものである。ありがとうございます。